あさって15日から光古戦場が始まるらしいですね。つい最近闇古戦場終わったなぁとか思ってたのにもう2ヶ月経ってしまいました。時が経つのは早いですね。どうでもいいですけど、古戦場から逃げてシャドバのグランプリやってたら、古戦場の BGM 流れてきてうつ病になりました。許せねえよサイゲームス。皆さんは光古戦場の準備終わりましたか？私は耳飾り掘りサボってキャラが悲しいことになっています。カウンターと闇軽減しかつかないんだけどどうなってんだこれ。さて、本題に移りましょう。アークユーコン作りました。Twitter とか YouTube でもよくアークは強い、日本必須、みたいに騒がれているので試しに作ってみました。実際強くて個人的には満足しています。ルシソロもやりやすくなりましたし。簡単な解説ではありますが、アーク作ろうか悩んでいる人の助けになればなと思います。まずは、アークの性能から見ていきましょう。奥義は、弱体成功率アップと追撃 15% が4ターン。普通に強いんですけど、メインで持ってるイメージないんですよね。探検ジョブが微妙だから説はあるかなと思います。ダンサーの上位ジョブが来たらまた評価が上がるかもしれませんね。第1スキルは、刹那で通常攻撃 20% とクリティカル率 12%。両面でウスだとクリティカル率は 45.6%、2本入れると 91.2%、ほぼクリ確定です。あと1本何かしら技巧武器入れればクリ確定になりますが、光って微妙な技巧武器しかないんですよね。無課金武器だとブンブミル。高人中ってなんだよ。弱すぎる。ガチャ武器も同様に微妙なものしかありません。ですので、アーク3本目入れている人もいますが、クリ確定のためだけに必死3つ使うのは、さすがに優先度相当低いかなと思います。肉集めなどクリ確定させたいときはブンブミル入れて、150Hとかフルオートではアーク2本のほぼクリ確定編成でいいと思います。余談ですが、なんか光ゲイボルグ持っている人多くないですか？気のせい。ゲイボルグにも技巧中あるので確かにクリ確定になりますが、第2スキルは音調です。HP 上がるのが素晴らしすぎる。実際にどれだけ上がるのか見てみましょう。今回使った編成はこちら。エデン編成とエデン&アーク編成です。エデン足りなくて守馬剣になってるのは見逃してくれ。主人公の HP が、エデン編成は 4.1 万、アーク編成は 5.6 万と、1.5 万も増えてますね。HP が増えると渾身維持しやすくなって火力が上がりますし、何よりフルオート安定するのも非常に良き。ルシソロでもアークの有無で安定性が段違いですし、火力が安定して討伐ターンも結構減ります。絶対耐性ウプは体感できたことないのでわかりませんが、デバフ付与してくる古戦場なら結構良い感じかも、ないよりマシって程度かもしれませんが。ここまでアークのメリットについて話してきましたので一度まとめたいと思います。クリ確定、もしくは、ほぼクリ確定にすることで HP 帯に依存しない安定した火力を出せるようになります。また、HP を盛ることができて渾身維持を可能にし、フルオートの安定性が上がります。もちろん、メリットだけではなくデメリットもあるのでそれについてお話ししたいと思います。一つ目は、両面前提になることです。古戦場の 95Hz とかでよく使われる片面芝や片面黒キリンだと、クリティカル率が低すぎるので採用ができません。この場合は、やはりエデン染めになると思います。ですので、エデンをある程度作ってからアークを作った方がいいと思います。何本だろ？エデン3本は最低欲しいかな。でも、3本だと満足できなくて4本目が欲しくなって、4本目でも満足できなくて5本目を求めるようになるんだよな。グラブルあるあるですが。ちなみに、炎の柱編成は試した感じ、エデン2から3本分ぐらいの火力でした。二つ目はコスパの問題です。これは、アースというよりも光属性に騙しを突っ込むべきかどうかという問題ですね。グラブルには6属性ありますが、属性間で格差があるのは自明です。属性間格差が顕著に現れるのが、アルエヌやルシエヌの連戦、アーカーシャやグランデの非掘りコンテンツです。アラナンとミムメモを要する日や、ニーアとデスの闇、最近追加されたアナザーサンダルフォン&クリスマスナルメアの土。これらの属性のうちどれかが基本的にトップにいます。
確かには、武器は強いのに、キャラが弱すぎて、これら3属性に勝てないのが現状です。ですので、光子戦場はマグナ、もしくは、アークを作らず現状を持っているエデンで戦って、リソースを節約して、戦場などを突るのも一つの選択肢だと思います。あとは、クリティカル編成だと他属性出張できないので、キャラが充実してもアークではなく、結局エデン染めになると思います。デメリットをまとめますと、アークは両面運用前提で片面では使えません。また、現状、光にリソース割くのは正直効率よくありませんが、効率だけが全てではないので楽しければそれでいいと思います。最後になりますが、絶対に来るであろう品質質問について先に答えておきます。それは、神石移行ラインはどこですか？です。もう少し具体的に言うと、エデン南本からゼウス移行できますか？メタトロンないんですけどゼウスやってもいいですか？などです。これに関して、私が昔から言っていることは、神石に移行していいな、と思った時が神石移行ラインです。神石の最大のメリットは選択肢の幅が増えることだと私は思っています。渾身と排水療法できたり、剣手で高難易度ソロできたり、必殺で奥義軸ができたり、マグナとの使い分けができたりします。中途半端な神石なら確かに単純な火力だけ見たら、完成マグナに負けるかもしれませんが、選択肢の幅が広がって遊べるならそれで十分ではないでしょうか。また、魂混合などのリソースは有限で、他人に委ねると後悔することになるので、自分で判断するのが良いと思います。あるブログにはこう書かれています。自分が今〇〇するために必要なものを得れ。いい言葉ですね。ちなみに、このブログ書いていた人、YouTube の方が儲かるから記事書かなくなったらしいです。ゴミですね。冗談はさておき、自分で判断できないなら温存しておくのが良いと思います。ましてや、神石やってないエアプが作ったリミブキ突ランキングなどを鵜呑みにしないように。ちなみに、天使石はマグナでも神石でも必須なので、それの有無は移行ラインの判断材料にはなりません。最後に脱線して関係ない話しましたが、アークやリミブキの突る判断材料の5つに離れたかなと思います。ちなみに、ゆっくり動画は1週間に1本ぐらいを目安に作る予定です。それでは。行くよ、まーちゃん。こいつを試してみようか。はっ、それが今よ、ソバールドプリン。このはっ、勝利への先駆けとなろう。ここだ、そこ、はっ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 、そこ、そこ、そこだ、やっはっ、はっ、イオちゃん、本気で行くわよ。覚悟、ここだ、ここだ、そこ、エレメンタル私の魔法スイッスイッ、そこだ、やった。我が刃これでどうなるか、悪しき意志くじいてみせる。私の魔法受けてみなさい。一気テンペストブレード、サリマイ、ソバールドプリン、エターナルペイン、雷電のエラディケイド、マーチャ、雷電のソード、イオちゃん、よろしく。私の魔法受けてみなさい。いけ、勝利への先駆けとなろう。雷電のソード、雷電のソード、雷電のソード、テンペストブレード、今や、今や、はっはっはっ、どうだ、正義は我らの、私の魔法